ライトを置くということだったので、先にスイッチいきます。スイッチ欲しい人。僕も欲しいです。剣持ってないけど僕も欲しいです。もう自分が当たる番号を口に出さなくていいので、はい、頭の中でずっと念じててください。タビーさんお願いします。はい、重要です。ここは重要です。14400番台。これ何色なんですかね。これ新色のなんかね、紫っぽいなんかラベンダー色ですね。新色らしいです、はい。あの、皆さん心配しない、これを当てるために今まで残ってたんです。誰かに当たります。はい、では最後の最後、タビーさんお願いします。はい、いきますよ。04、400番台ですね。400番台。492番の方。06、また600番台ですね。640。はい、大当選おめでとう。はい、一言。はい、ほんまにOK。もちろん、お名前のゆいと、ゆいと、はい、ゆいとくん、はい、感想は何年生ですか。5年生。じゃあ感想を一言だけお願いします。はい、2、1、はい、はい、おめでとう。何も言えねえです。はい、何も言えねえらしいです。はい、でもおめでとうございます。おめでとうございます。さあ、いよいよ不景気言い過ぎて心まで空になっちゃうよ。銭金が全てじゃないけど笑顔だけは絶やさぬように、それへポンポン生きてな、それへポンポン暮らしてな。コロナだコロナだ言い過ぎて心までロックダウンしちゃうよ。ワクチン何発打っちゃいいの、マスクはいつまでつけてんの、それへポンポン生きてな、それへポンポン暮らしてな。増税言い過ぎてどんどん貧乏になっちゃうよ。贅沢したいわけじゃないの、ただ平凡に生きたいだけ、それへポンポン生きて、それへポンポン暮らして。ちょいと沼田町の皆さん聞いてくれ、ようこそ檜山館へ。沼田合同庁舎前、愛称が檜山館 AKA 檜山館。世知がないこんなクソったるの世界だからこそ、今日ぐらい
嫌なことも全部忘れちゃって、子供たちは夏休みの友も破り、いや破り捨てちゃいけない、置いて置きっぱなしで、置きっぱなしに来た高校に、カバンなら置きっぱなしで来た高校に、悪そうなやつは大体友達。今日ぐらい帰ってきた沼田祭りで大声出して歌おうかね、それ、へいへい、ポンポン生きて、それ、へいへい、ポンポン暮らして、それ、へいへい、ポンポン生きて、それ、へいへい、ポンポン暮らして、もう二度と呼ばれない、帰ってきた時またに、ありがとうございました。こんにちは、広島流川のティムのためです。普段は広島でゴリゴリのマネージャーパターンの話になります。皆さん、ありがとうございます。5 105まで来ました。6 少年1056番ないか、ないか、12、12、運読み、1200番台。はい、2人目、アマゾン2人目ですね。アマゾンギフトカードの2人目、06、はい、また600番台多いですね。はい、682番682の方いらっしゃいましたら、手を挙げるか大きな声で呼んでいただくか。600番台です。600番台。はい、はい、チャンスがある人、はい、興奮しないように。675番。